ゾンビは、重松清による日本の小説。2003年10月から2004年7月にかけて、中日新聞と、東京新聞、北陸中日新聞を呼び、北海道新聞、西日本新聞、神戸新聞などにて連載されていた。差し絵は、絵本作家の塚本康広島県を舞台に、妻を失った父親が、息子の反抗期や学校でのトラブル。 受験、自立、意外な女性との結婚など様々な困難に直面し、不器用に戸惑い、悩みながらも息子の幸せを第一に考え、周囲の支えを受けながら男で一つで息子を育てた、父の反省と親子の絆を描いた作品。同名でテレビドラマ化され、NHK 総合テレビで2012年1月7日と1月14日に放送され、 TBS でも連続ドラマとして2013年1月13日から3月17日まで放送された。いずれのドラマ化作品もテレビドラマ関連の賞を受賞している。舞台は瀬戸内海に面した広島県ビンゴ市、高度経済成長時代の1962年、運送会社に勤務する28歳の安は愛妻、美佐子の間に、 息子、アキラが誕生し、生涯最高の喜びに浸っていた。ミサコと共にアキラの成長を見守り、幸せな日々を過ごしていたが、ある日、ヤスが連れて行った仕事場でアキラをかばったミサコが、事故死してしまう。ヤスはその日から幼くして、父親に捨てられた悲しみとミサコを亡くした後悔を、乗り越えながら、アキラを吹き踊ながらまっすぐに育てていく。 2012年1月7日14日の土曜21時22時13分に NHK 総合テレビの土曜ドラマスペシャル枠で放送された。主演は堤真一。キャッチコピーは僕に恨みを抱かせなかった父を誇りに思う。英代はヤス、A シングルファーザー、S ストーリー。2012年10月7日8日に NHK 総合にて再放送された。 キャストスタッフ放送日程ロケ地受賞2013年1月13日から3月17日まで毎週日曜21時21時54分に TBS 系の日曜劇場枠で放送された主演は内野正明原作の時代設定より10年ずらしたリメイク版であり1972年から2000年が舞台となるまた舞台が 広島ではない点も原作とは異なる。それ以外にも終盤の2話を除いて全部朝日の回想形式で描かれている点も原作と異なる。主演の内野はジひヒトシ完結編以来となる日曜劇場出演で TBS 系列の連続ドラマでは本作が初主演となる。時は高子は ロングラブレター漂流教室以来11年ぶりの民放連続ドラマレギュラー出演で日曜劇場への出演はビューティフルライフ二人でいた日々以来13年ぶりとなるキャッチコピーはどうしようもなく不器用な父がただ一つ僕を精一杯愛してくれた30年の物語放送初回は21時22時48分の2時間スペシャル 最終回は21時22時24分の30分、拡大スペシャル。放送期間中には2013、ワールドベースボールクラシック中継の影響による、時間変更があった。第7話は、2013、ワールドベースボールクラシック総行試合、日本 VS オーストラリア放送のため、21時30分、放送予定だったが、 放送延長により1時間5分繰り下げ、22時35分23時29分の、時間帯で放送。第9話は、2013ワールドベースボールクラシック2時、ラウンドオランダ VS 日本放送のため、21時30分、放送予定だったが、放送延長により45分繰り下げ、22時15分23時9分の、時間帯で放送。 キャスト通称は安尾が、あだ名として呼んでいる名前。市川家1972年から2000年点が、キツうン・瀬尾して曽根ねざきかそのた1998年から2000年、徳田出版ゲスト第1話第2話第4話第5話第7話、第8話スタッフ放送日程受賞2022年に、公開予定。監督は、瀬瀬隆久。トンビに関するカテゴリー。 ありがとうございます。